す。今日も一日どんどんリミット外してワクワクだらけでいきましょう。めげってみますか今日も。いやー疲れましたね。大丈夫ですよ、全然こっからですよ。疲れてなんかいないですよ。ここで寝てみますか。はい、うん、どうだろう、いくかな。栗木たけしさんって呼ぶんでしたっけ。山登る人ね、登山家ね、あの人いいよね。あの人のドキュメンタリーいいよね。一歩を踏み出す勇気は今やりたいという自分の気持ちを信じることから生まれる。一歩踏み出す勇気は今やりたいっていう自分の気持ちを信じることから生まれる。これいいね。これでいってみようか。はい、あ、これもいいこと言ったんね。高橋歩、サンクシャル出版、毎日が冒険、いい本だったねあれはね、うん、高橋歩さんいいね。できそうなことの中から探しているうちはきっと何も見つからないぜ。いいこと言ったね。できそうなことの中から探しているうちはきっと何も見つからないぜ。シャイもいいこと言うな。でも今日この栗木さんの一歩踏み出す勇気は今やりたいという自分の気持ちを信じることから生まれていこうか。これさ、やりたいと思ったらやっちゃわなきゃダメなんだよ。あのね、もう俺結構いつもそんなことをあちこちで言うけどやりたいと思う自分の気持ちがあるのに、それにいろんな理由をつけてやらなくしちゃう人が多いんだよ。例えばこう、もう自分の気持ちは分かってんだよね実はな。あ、これはやりたいな、実は本当はやりたいな、全然もう気持ちの中ではやりたいって言ってるのに、ちょっと金額が高いので無理、ちょっと今回はやめておきますとか、スケジュール的にちょっと厳しそうなのでやめておきますみたいな、そう言ってやめてっちゃう人が本当多いんだよ。大損失だよ人生の。あんね、まあ例えば分かんないけどさ、まあまあいいや、じゃあ仮に5万円のセミナーがあったとしようよね。そして本心はもう行きたいのは自分では分かってるんだけど、その気持ちにわざと蓋をして5万円がもったいないからちょっとやめときますみたいなのってさ、あの自分自身に対して失礼だと思うんですよ。あなたが一番今まで生まれてからこの方ずっと付き合ってきたあなた自身の心がやりたいって言ってるのに、お金がないからやめときなって言うのを自分自身に対してかわいそうじゃない。自分自身に対して失礼じゃない。例えばさ、もう少しレベルを変えてさ、自分の大切な子供がさ、お父さん英語教室に行きたいんだ、いや月謝はいくらだい、5万円、高いからやめようねって言えないじゃん自分の子供に。自分の子供以上に長い時間をかけて一緒にいる仲間じゃん自分って。その自分に許可を出してあげられないってものすごい不幸だよ人生において。別にあの高い金払ってセミナーに来いって言ってるわけじゃないよ全然、これは例え話でさ、やりたいって言ってんだったら何でもやらせてあげようよ。自分の子供だと思えばそうじゃん。自分の子供がさ、ね、テニスやってみたいなって言ったらさ、なんか多少お金かかってラケット買うのも高くてもさ、とりあえずやらせてみたいと思うじゃん。自分の子供以上に自分の方が長く付き合ってるパートナーなんだからさ、まあ子供ももちろん大事だけどさ、もちろんみたいなこと、だから、そのね、時間がないから、高いから、無理そうな気がするからみたいな、そういう理由で自分の心がやりたいっていうことにストップかけるのはかわいそうだってね。俺も今自分に聞かせて何か自分でストップかけてることあるかな。俺はもう何だってやっちゃうんだけどね、面白いと思ったら、やりたいと思ったら。もちろんダメよ、あの法に触れることはダメよもちろん、そこは守ってこいよ。でも俺もう70歳とか80歳になってもうすぐ死ぬってなったらもう何でもやってやろうかなと思ってんだけど、まあその話はいいや、
とりあえずコンプライアンス重視で、なんだよそれコンプライアンス、バカに言ってんじゃねえ、コンプライアンス、コンプライアンス、ちょっと話がおかしくなるかな、そのことは関係なく法令遵守はもちろん大切です。でもやりたいと思ったことで自分にブレーキをかけずに自分自身に許可を出してやらせてあげましょうよ。あなたの心がやりたいっつってんとやらせてあげましょうね。よし頑張っていこう。アレツでした。よろしくです。